もっと聞いてね MBS MBS ヤングタウンというわけでございまして、 MBS ヤングタウンでございますが、今日はですね、はいはい、もう私の大好きなゲストが来ております。あの2人弟子は別に大好きでもない。いやちょっと待ってください。できる自分なのです。そう言われて賑やかですよ。入ってきて大好きじゃない言われたらなんかね。私小福亭鶴瓶と三遊亭友と田口真理と MBS アナウンサー福島信弘と小福亭恭平、小福亭銀平、はい、ベルサイユですよ。はい、以上のメンバーでお送りいたします。なんで自分の名前でとちんねん。ベルサイユさんいいのかなと思ったんで最後に言わせてもらって。あ、最後、あ、なるほど、気遣いやな、はい、いね。この方が大好きなんですか、師匠。そうベルサイユ、はい、ありがとうございます。だんだん分かってきますよ。はい、以上のメンバーでお送りいたします。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。もちろん番組の活動や日常あった出来事なども送ってください。メールはヤンタンアットマーク MBS1179.com ヤンタンアットマーク MBS1179.com です。またこの番組はインターネットでも配信しております。 MBS のホームページからどうぞ。アドレスは MBS1179.com です。おかしな状況になってますね。松竹芸能が、まあ、銀平もそうですけど、まあ、あの弟子ね、あの共演もまあそうですよね。松竹芸能です。はい、で、まあ、まあ先輩ですけども、ベルサイユも正直言うんですよね。はい、そうです、うん、はい、その銀平がベルサイユにいろいろ質問してる、はい、いやだってプロフィール機会ないですから。ないか、はい、うん、いや初めだから、どこのね安物クラブの歌手かな思ってね、これね。ああ、ちょっと待って、どうかね、あの、なんていうか、その言うだけないとね、はい、スパンコールの、ね、ブルーのね、はいはいはい、鮮やかな衣装で、ね、衣装でこれ、はい、うん、こんなんでうろうろしてるわけ。ベルサイユってなんかちょっと待って、何を言おうとしたの。あ、上から下まで千葉センタービルで買うてきました。なるほど。言おうと思ったんですよ。ごめん。それを言うためにもう今いつ行こうかと。いいですね。千葉センタービルで買うてきた。何本した？何本だ？5000円です。いやもう5000円じゃないの。千葉センタービル。いや5000円だと送っとくな感じもしますけどね。5000円です。買いに行こう。どこで来ますの。いやいや、昨日いろんなのコスプレしたからね。昨日、あ、そうそう、 CM で、まあ、今度みんなにバレるけどね、はい、俺はなかったな、このパターン。そうですね、はい、これつけるのも大変な手作業ですからね。そうですね。いや、それはまだつけたわけじゃないやろ。これは多分中国人の方が何人か分かんないよね。何人か分かんないんだ。そんなベトナムかも分かれへんやろ。どこか書いてるんですか。だんだん分かってきた、お前の魅力が。いやでも松竹芸能の匂いがしますね。そうやね。いいですね。早速ちょっと芸をね、本芸を、ありがとうございます。いただきましょう。まあまあ先輩の前でやりにくいですけど、あれなんか変わってますね。ネタはそれは言わない方がいいんじゃないですか。まだまだ。あと、あの裏でやったらラジオでちょっと裏でやってきた。背中開いちゃっていいのかな。あれはあれでいいんですよ。もた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 丸見えですね。もう全部隠すべきところが全部出しっぱなしでいくんだ。今ちょっとあの羽が光ってドレスの上からですね、マントと言いますか、昔あのね、徳田ね登場いて押坂忍さんのテレビ番組がありましたけどね。古いけどジュディ・オングレイ。あ、ジュディ・オングレイですか。なんでそっちで言ったの。じゃあ隠してるから。あ、これ俺のカバン。ごめんなんでカバン持ってきてる。いや、なんかいるかな思って。はいはい、ジュディ・オングレイ。お願いします。いやもうちょっと離れたね。すいません。そんな、まあ、まあ横で顔見上げ、お前もそれ平気じゃないか。まあ横で顔じっと見上げてんのに。ちょっと嫌ですね。ちょっと離れたいね。離れた方がいいですね。こっち来たね。お前ここへ来いや。俺の横へ。わかりました。マイクをじゃあ。あまりにもやな。はい。マイクまあなかったもええけどな。マイクなかったもええことはない。なんでそのカバン。カバン、え、なんすか。あの、お金取られた家。お金取られた家。いや。疑ってるんですか。置いてこや。はい、それでは。はい。よろしくお願いいたします。今夜も歌ってます。ベルサイユと申しまして、私にもこんな幸せな時がありました。ナバナの里楽しかったね。ほんまやな。私今日おにぎり握ってきて。はい。あ、俺ええわ。人が握ったおにぎり無理やね。え？
女の私が握ったおにぎりも無理ってこと？あんなにキスしてくれるのに？うん、おにぎりは無理やね。ちょっと待ってよ、あんたこの前寿司屋のおっさんが握ったお寿司は美味しそうに食べとったやんか。あれはいけんねん。はあ、じゃあ何、あんたの中で寿司屋のおっさんここやったら私ここっていうこと？いや、そういうことじゃないやん。じゃあどういうことよ。私が今日寿司握って持ってきたら食べてくれとったん？え、ちょっと待って、菜花の里に寿司握って持ってくる女とかバリきついやん。きついの分かってます。食べてくれたんかって聞いてんの。なんか言ってよ。じゃあ聞くけど、寿司屋のおっさんが握ったおにぎりやったらどうな？食べれる。ほーら、やっぱりおっさんの方が大事やんか。別れましょう。わかった、引き止めてよ。私がおにぎりなんか握らんかったらあんたともっと楽しい夢一緒に見れたんかな。おにぎり握った私、男と女は夢芝居。男と女の関係は早めに白黒させた方がええんかもしれません。おにぎりだけに。うまいこと言いました。おそ松様でした。京平はもう分かってくれたもん。面白いな。どうですか、喜んでますね。面白いですね。これ電気した、電気したもの。そう、はい、それなかなかシュール。ちょっとね、この間もあの、この間もでっかなってるやんか。ちょっとだけ。ラジオの人分かってますか、あのマントにピカピカ光ってるっていう。まあそれはね。はい、で何があのいろんなことおかしいんですけど、3回ぐらいやって、絶対大事な。跳ね上げるの忘れよって前回の放送の時ですね。3回目でみんな期待してんのに、ゲストに出てきて上げんかい言ってね。だから今日は完璧でしたね。今日は完璧に上げました。田辺でさえよ、はい、今の良かったね。ありがとうございます。ちょっとバージョンアップしたんですか、この1ヶ月間で。そうですね、あれは新しいネタですね、はい、今のは。今のはそうですね、前とちょっと前と変えました。変えたな、はい。一緒、最初どこで、ここで、ここで全くここでやんたんで、ここで1ヶ月前の放送ですね。もうちょっと虜になって呼んでくれよ。そんな早い、これはすごい、そんな早いスパンでね。それはマリリンがね、あの、まあ言うたら一押しのやつで、なんでマリリンがあのベルサイユとあいつを来て、矢野パンさんと、これはね、本当は矢野パンの説明があって入るね。矢野パンと組んでんの？組んでないです。コンビじゃないんですね。コンビではないんですけど、やばい、はい、今更そんな組めんやろ。いやでもあのお金持ちの代わりにね、なんかね、商品説明得意だから。はい、なるほどね。たまにしてくれはります。やってもね、はい、何してくれはんの？あの矢野パンさんが商品説明、私のことをこちらっていう。あのテレビショッピングみたいにね。はいはいはい、はい、そうですね。まあまあね。でもまあ大体こういう感じで面白い。大体こういう感じね。曲はね、今のは誰の、はい、今のは、はい、誰の曲でしたっけ？今のは慶雲さん。はい。他は誰の曲があるんですか？八代亜紀さんとか、うんうん、あ、なるほど。で、カジメイコさんとか、うん、カジメイコさん渋いな。カジメイコは渋いね。うん、はい、うん。森進一さんとかですね。はい。その曲に応じてみんなネタ中身何興味持ってるいいじゃん、興味ちょっとずっと興味やろうとしてる。真摯なんか、本番前からずっとねプロフィール聞いたり、やっぱ歌物には厳しい、ね、今日もうあれ質問してるからね。そうですね、3人の頃から歌ってるのか、歌物に厳しいないやいや、ね、2週続けてね、そうそう、歌の方ですからね。そうです、歌の方。半崎さんと一緒にしてるんですか？半崎さん、こっちはお笑いやん。半崎はお前ちょっとハンドさんと同じような感じで見れるのか。ありがとうございます。ありがとうございます。何でも礼言うたらいいんだけど、気持ちの入ってない感じもいいですね。気持ち入ってます、めっちゃ入ってます。でどないばれたら、こんな2週間たたんうちにやな、ちょっと呼ばれたっていうのは嬉しかった？いや嬉しかったです。なんかでもびっくりです。
あのなんか、ま、間がちょっとおかしいですよね。なんかそれは言うたげんと、はい、なんかそこのもたもた感がいいですね。持ち味もたもた感を皆さん楽しんでくださいよ。分かります。なんか、はい、どんどんこう魅了されていく感じがします、ね。でお前なんか質問してたけど、もともと3人やったとか言ってたけど、もともと漫才でしたっけ。そうですね、漫才してたんですよ、はい、それで、その時は知ってた。僕が出てる番組のリポーターで、うん、VTR で出たんですよ。スタジオには来てなかったから、うん、その画面越しには合ってるわけですよ。はい、こんな感じじゃなかった。全然違うんですよ。で前の感じももう忘れましたけどね。どんな人か。どんな感じだったんですか。前の感じは可愛かったですよ。いやそんなことない。俺はないと思う。自分で。そんなことなかったですね。リポートはスムーズに。リポートほぼ私喋ってないです。3人なんで。あ、そうか、はい、誰がその3人のあの2人はどこ行ったやった。東京行きました、2人とも。2人でコンビ。いえ、あのもうバラバラにそれぞれコンビ組んで東京行きまして、今なら松竹芸能で。松竹芸能で、はい、一人じゃ大阪に残って。そうですね、はい、そこから今のこのスタイルをどういう風に編み出したの、はい、そのそうです、なんか電車でブツブツ言ってたら、なんかこうできそうって思って、いや降りたんや、やってみました。先週のね、半崎よしこがバーッと降りたけど、降りたんや。降りました。降りました。降りたよね。降りました。はい。降りました。でそっからこれやろうと。そうですね。ファンコールのそういうの来てっていうことですよね。うん、そうですね。もうセンスはいいですよね。それは。ありがとうございます。ね。うん、でなんかこのプロフィール見てても面白いな。NHK で子供のいるホステスさんのネタをやって優勝って書いてあるんですけど、はい、どういうことですか、はい、子供のやって。ありがとうございます。NHK ですごいですね。なんかこう30秒ぐらいの短いネタで一番を決めるみたいなネタがありまして、うんうん、ちょっと思い出してやっていただけませんか。はい、ありがとうございます。それはいるの。羽はこれはいらないです。いらない、はい、羽いらなかったらいいですね。羽なしのやつ。羽なしもあるって。子供のいるホステス、はい、ちょっと後ろ向きますけども大丈夫ですかね。いやもう大丈夫、全然大丈夫やん、はい、後ろで喋るの、はい、後ろ向いてちょっと後ろ向いて喋るんですけど、はいはいはい、まあ、マイク的に、はい、いけるいける、はい、あ今ける。安藤さんが来ます。安藤は何でもできんねん、はい、安藤はね、この人はすごいですよ。対応力どんなマイクでも作りますから、はい、ありがとうございます、はい、早いですよ、ね、マイクに何をする。お、半崎さんが使った。すごい、ダブルマイクだ。先週使った1月何日でしたかね、先週は20日ですね。20日のマイクがまだあるんですね。まだ置いてある。置きっぱなしですか、7日間片付けないです。片付けへんねん、置いたん、常に臨戦態勢です。今日何日やった。今日は27日です。ああ、うん、はい、何曜日。日曜日です。ありがとう。はい、大丈夫ですよね。はい、誰に確認したんですか。では行きます。京都祇園のクラブにて懸命に働くも、預けてきた子供のことが気になって仕方がない、母の背中の美しさ。もしもし、お母ちゃん、ミク、ちゃんとミルク飲んでた？グズグズ言うてへんかった？はい、今行きますよってに。すごい優勝作品。面白いな、面白い。これ優勝、絵が浮かびます。絵が浮かぶよね。はい。共演で優勝。涙したんじゃん。今なんかかなり落語の要素が強い、うん、いいですよね。あの全てのネタに量産できるんちゃうの、あんな。なんあれどうなの。ちょっとこう細かすぎて的な感じ。要素、僕なんか2時間ドラマに出てくるワンシーンみたいな感じですよね。そう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 。いいですよね。そんなんのこう連発でね。はい。それはどこで降りたん。これは大学の時にね、キャバクラでバイトしてて。そうだったんですね。ちょっと待ってください。躊躇せえや。何でも言わなあかんことでも、どこでバイトしてた、バイトしてたんや。そうですね、うんうん、はい。で、それで子供おったんや、その時は。いや、私にはいないですよ。大学生。大学生。まあ、いてもね。何でも OK 言うから、ね。どういうことですか。お子さんを連れてきてる人とかいました、ね。大学生が。あ、いや違います。キャバクラのお母さんが、はい、でその人がほんまに電話してあった。それは電話してたりとか、子供さんが寝てたりとかして、うん、え、ちょっと待って、寝てたりってどこで。お店で、あの
こうホステスさんが着替えるソファーとか寝てた。そうなんですよ、連れてきてはって、それでなんぼでもあるやろそういうの寝た。そうですね、はい。ほんならホステスさんの部屋行ったら泣いてる子もおるわけや、はい、泣いてたり、泣きなやって言いながらまたお客さんのとこ行くという、はい、そうですね。すごいなこれ考えたら、生々しい全部ドラマやな。覚えてて、それそうですね、なんとなくこうできないかなと思って。いやいや、できてるやんか、優勝してる、ありがとうございます。優勝してるやんか、ありがとうございます。え、それは、はい、なんか変な間やな今も、はい、ありがとうございます言ってんねけど溶け込んでないやんか、はい、このラジオに全く溶け込んでないんですただもうあの紋切り型で喋ってるの。ありがとうございます。緊張して、緊張なんですか、いやいや2回目ちゃうの、緊張と今緊張してるんですか。はい、全然してないやろお前。してますよ、めっちゃ手汗もかいてますし。ああそう、はい、そんな書いてない、全然書いてないですよ手汗。見せてますよ、見せてもわかんない、全然感じない。はい、ちょっと見ていただいていいですか、はい、指めっちゃ反るんですよ。関係ある知らんやん、そんな両手合わせてちょっと第二関節まで開く、今違うよ、溶け込んでない、溶け込んでない、すごいけど、はい、すごい X みたいになってる、はい、なあら、いや、あらじゃない、あらじゃない、ちょっと待って、あれはできない、一つのことに集中させてくれ、そんなできないけど急に指反るやろって何のことやお前。よく今手汗からそこに行きましたね、はい、本当、なんか昔から、そうですね、昔からキャバクラ城時代にもそれをお客さんに見せてたから、はい、まあ、それやったんやけど、はい、そんな質問すなよ、思った以上に曲がる、テレビやないから、わかります、テレビやないから、でも思った以上に曲がるから、うん、本人表情変わってんやん、見せて全然変わんないよ、ね、顔は変わらないですよね、あなたが投げたボールなんだからなんとかしてくれよ、本当に、はい、すごいな、これは、すごいよ、これは松竹のすごいの出てきましたね、いましたね、お前全然追ってないやろ、はい、はい、ちょっと衝撃でしたね、松竹でも2014年トリオでデビューじゃないですか、はい、それまで何してたんですか。それまでですか、ですね、まあちょっとインディーズに出てたりとか、インディーズライブとか、あ、はい、そういうことやな、で、まあ、あの別の事務所の、また衝撃なこと言うんかな、うん、インディーズインディーズビデオじゃない、インディーズビデオじゃないですよ、インディーズビデオじゃないどんどん、何ですかインディーズビデオっていう、そのモノマネとかもあるのかね、ビッグさん、ここで喋ったエコットだけ喋る、インディーズビデオの作った現場、はい、現場の現場、それみたいな、それみたいなじゃない、インディーズビデオ広げてもしょうがない、家がすごいねな、家がなんて、うん、じゃあ言うて、あ、家がですね、奈良県吉野郡天川村っていうあのちっちゃな村で、はい、遠くから見たらローソンに見えるんですけど、近くに寄って行ったら森田商店っていうあのおバカスポットで、はい、いや、それはおバカスポットやなしに、いただいてます、その誰かがローソンとやったんやの、誰がやったんそのローソンというのは、お父さんです、お父さんがモーソン、最初モーソン、モーソン、あー、ロゴを、はい、お店のロゴをモーソンって、水色、水色のなんかベースのね、そのままやったんや、ちょっと出してくれ鈴鹿、それはそのままやで、そのまま、モーソンの写真、あ、そうか、トムさんは、そう、僕ね、だからこの間いなかったので、そのままやね、見たいんですよ、モーソンは何屋さんなの、モーソンはですね、田舎の商店で食料品、よろず屋さん、おー、何でもあるね、もうそれで医療品コーナーがあるんですけど、医療品コーナーには大きな赤白の森黒っていう看板が出てる、やってるなこれ、はい、だいぶやってますね、お父さんこれステッカー売ってたんですよ、はい、森黒のステッカー売ってたんですよね、はい、で今日ステッカーね持ってきたんですけど、あ、現物を、あ、すごい、来てもいいですか、ちょっと行ってきます、誰かに持ってきてもらえ、はい、ちょっと、なんか何ですか、どこにあるの、というか収録前に持ってくればよかったのに、キャバクラの匂い抜けてへんのよ、はい、手元に置いとかなかったのか、そうね、手元に置いとけばよかったの、せっかく持ってきたんだったら、僕みたいにカバンを持ってきてたらいいな、ね、人を信用してないんでしょ、人に取られちゃいけないから、あ、面白いですね、ちょっと虜になるの、いや、それは師匠がまた見たいって言い張るの、また見たいよね、なんていうか、もたもた感で、うちの一問で言えば、うん、タッペ兄さんに近いものが、ね、タッペ近いな、はい、まあタッペよりおもろいけどね、分析、自己分析はかなりさ、タッペはもう見切り発車
発車もせえへんわ見切ってるだけ見切ってるだけ見切りを間違えますから、ね、ずっとすごいですね今ステッカーをマネージャーと一緒に大捜索しどこに置いたか分かんなくなっちゃったなせやろ言うたんあいつやで言うたんあいつやのにちょっとステッカーさすがもたもたその前に鈴鹿さんが写真を持ってきましたモーソンお前やわわわわわわあモーソン MAWSON あロゴがねモーソン看板もそれやでもこれ絵では怒られたらしいそりゃそうですよこれもう今は違うんです今はもう店名が変わってこれだって花田さんが SAGA でネタしたあの吉田屋と吉野家ぐらいあれネタじゃないですか、うんうんうん、本当にこんなに人がいるんですかそうお父様がそういうアイデアマンでアイデアマンいやいやアイデアマンじゃん悪意があるアイデアマンこれローソンのほらこのカップのところが夜間になってるそう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 許したれやって思いますこれはまあ思うよな俺は好きやねこれねここはモーソンがね、はい、めっちゃ流行ったから言うてねローソン傷つかえるねそんな影響ないでしょ、うん、でそれを一つ許すとモーソンができたりそうそう、ね、ダーソンができたりねそれで一回止めとかなあかんのこれはもう過ぎたいなこれちょっとさ観光名所になりそうですけどねなったんですよこれでなったそれで問題になっちゃったということで SNS でね広がりすぎちゃった密かにやっときゃよかったんだけどってねいや面白いな今これはないないんですよ名前が変わっていや俺たちのこれを作ってるお父さん見たかったな結構おもろいのよね、うん、あ来た来たでも見つからないどこ行くどこ走ってる何してんの何何どうしたこっからこう来たらええやんもたもたしてんな何すいませ ん見つからなかった嘘でしょ言うたお前やんけすいませんちょっと怒ってるやん、うん、知らんやん俺らすいませんなんでこっちが怒られてる感じでいや自分に腹立って自分に腹立って、はい、きっといや自分で見つからなかった持ってきてないんだ言い忘れた見つからなかったどこまでそのステッカーを見たんですか入れたつもりだったんですけど最後にステッカー見たのはなあもう一回見てこいやあれや時間気にしてけえんかったそうそう慌てたら見つからないカバンここに持ってきたカバンカバンって言うから一度落ち着いていやもう一番最後にしながら探しましょうすいません全部ないのないのあったと思ったんですけどわからないですあんなないのなほんなもうええわ森黒いやでも今モーソンすごいすごい、うん、ありがとうございます、ね、今は森田商店戻って今名前なんて今はなんてなんて森田商店森倉フラフラになりました森倉フラフラ何それ何のこっちゃそれフラフラしてるこれは由来があるんですよねちゃんとねそれ、まあ、森倉フラフラは何の パグリやフラフラはあのフラダンスのフラで踊る踊るっていう意味で、うん、おじいちゃんが森田倉蔵って言うんですけど、うん、あのキムタクみたいに自分のことを森倉って言ってるんですよおじいちゃんそれで、はい、多いね、はい、名前つけてほしいということで森倉フラフラはい現在のモリモリモリあるあるモリモリモリクラフラフラがはいモリクラフラフラ写真が出てきましたあれでもあの看板のあの看板はちょっとまだちょっと少しモーソンに近いでも夜間は変えたくなかったよなおじいちゃんはそうですねモリクラフラフラよう流行ってんのまあまあだと思いますでもいやもうなんかでも毎回何してくれるんだろうっていうその周りの楽しみもあるんじゃないですかこれだってもう、はいはい、流行ってるんですよね地筋やフラフラとね、はい娘はもたもた天川村ですはいこれ地元のなんかあれでこう呼ばれたりするんですかそれだってね、はい、だあの今あなたがそういうことをしてるのはもう周りの人知ってるわけでしょはい、去年ねちょっと待って、はい、警察やないかなさい尋問尋問やな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 厳しいなと思う芸人の質問ちゃうやんなんで興味あなたがねあのやってることを知ってるんでしょって、はい、今もっとな万引きしたわけじゃねえあなたが取ったんでしょあなたが優しさがないそこがもう伸びないとこやねあなたが森倉フラフラで入ってこい言われて入ってきたらなんで伸びないとか伸びしろ盛りくらふらふら盗んだのあなたですね落語は伸びてもそのな放送でやなトークでね真面目だからやっぱり黙っとくって見せられてるそれがいかんの黙っときますがいかんの喋って次でどうやんだあの呼ばれてんのか本当のダメいろいろ大変呼ばれてんの今日は去年呼ばれたんですよ夏祭りに夏祭り天川の
地元の夏祭りに呼んでくださいました、うん、はい、呼んで、はい、ほんであのチキチキジョニーさんと2組で行かせていただいたんですけども、あのなんかもう あそこの子出てんでぐらいの感じで全然受けなかったです。あら、あ、え、あ、僕は知ってるから、はい、あ、もう逆にだからこういうもうネタっていうよりはもともと知ってるから、はい、うん、いや、なんかあのね、ほんまにね、ベルサイユはね、やっぱこういう放送というものに守られながら出た方がいいよ、うん、そういうの見る注目があって、そんなな余興のそんなところで、まあ そうですね、そんなんされたって、はい、されたね、近所の子やしされたってしんどいわそれでも座りが見てどうこうってもんじゃないですよね。素材としてはすごいもう素晴らしい系、ね、だからみんな歌うの、エリちゃん何やってねんって、そうでしょ、はい、それやんか、そんな感じでした。その時でも面白いですけどね、近所の人が急にマントつけてやってたら面白いなと思ったね、うん、だけど、はい、近所で芸人として呼んでるんで、まあそうですね、それはマントつけられてる、そうですね、そうですね、そうですね、はい、いやでも素材としてはすごい、やっぱもうみんないろんな、うん、それはトンネルズも喜んでるんだからね、うん、はい、なあ、そうなんですか、そうなんですか、いやいやもうトンネルさんも出てるんですか、1回だけ出させてもらいました、はい、細かすぎてに、はい、そうです、あれじゃあ見てるのかな、細かすぎて何をやったんやった、細かすぎてはですね、大久保佳代子さんの、うん、あのモノマネをやらせてもらってまして、うん、ちょっとやってくれや、今ね、大久保佳代子さん、まあ今はほとんどやってないんやろ、はい、まあ、メイクとかもあったんでしょうけども、ちょっとストローとかがないので、あーそうか、はい、あんな無理やな、はい、ちょっとだけ一言だけ、一言だけやってくれます、誰がミスゴリラだよみたいな、あ、顔がめちゃそっくりなんです、似てるよね、はい、いや確かに写真でなんかモノマネしてる写真のやつめっちゃそっくりでした、うん、はい、メイクでいろいろこう変えてらっしゃるんですよね、このなんかマンスタリーとかね、でも、まあ、今の顔でも似てるよね、うん、そうですね、でもやらんときそれは、はい、なんかストローあったらいいけどね、はい、もうやらんとき、ね、はい、わかりました、ラジオやしな、あ、はい、そうですね、お顔が伝わらないですよね、はい、はい、顔や顔芸なんで、じゃあ顔が伝わらないよ、お顔がって、あ、はい、顔が伝わりません、この感じでキャバクラで勤まってたんですか、それ確かに、どういう風にどうやって人の話聞いてたんだろう、はい、はい、はい、しか言わないキャバクラ、いや勤まってなかったんですよ、名前なんて言ってたのその時のキャバクラの名前は、ですね、アイリとか、アイリさん、はい、そんな感じでやらせてもらったんですけども、結構長いことですよ、そこに、いやもうすぐ辞めました、はい、それは親と、ま、孫がそんなとこ行ったら怒ったやろ、そのクラゾーさんは、クラゾーも、いや森倉も言うたことないですね、今言うとれない、うん、今言うだから警察の取り締めになってますやん、今の会話も大丈夫かって、そんなことおじいちゃんちょっとわかるわこいつ警察謎が多いから、そうですね、取り調べ、取り調べ尋問みたいな、あとあの聞きたやつは帰ってこないから余計に多くなるね、質問がね、はいとか一言で書いちゃうから先を聞きたくなっちゃうんですよ、いいよ、うん、はい、そんな人いてないや、うん、なあ、多分あのあれやで、あそこひな壇に座っても、はい、それで行けよ、今なんか何書こうとしたんですか、ね、今一瞬ね、今何を、何をさんからの言葉だから、何書こうとした、はい、こと言い、なんか質問が返ってこないって感覚、質問が返ってこないあなただよあのメモしとこうかなと思ったんですけども、今後のために、いやいや、それも師匠の話をしてる最中も、全てもそれの良さやからな、うんうん、返せるようになったら魅力がなくなるわけですから、このまんまでいいんじゃないですか大丈夫、そうなってくると師匠もう返せてないみたいになっちゃうでもあれか、あ、そんな今も東京へちょいちょい行ったりしてんの、はい、そうですね、東京にも近い、一番最近行ったのはどこ、何やったの、最近はですね12月26日、はい、去年ですね、去年、はい、見せいいのか、もうおよそ1ヶ月前わかる、はい、つまつま分かるわ、分かるでしょ、この気持ち、そうなるでしょ、そのトーンに警察と民生委員警察と民生委員分かる分かる分かるわ、分かる分かる、今12月に去年ですね、ちょっとこれもう民生委員じゃないんだからもう、うん、そうですね、何してんねんお前神に返ってなるほど、はあ、はい、ああなるほど、はい、今から行くところですか、そうですえ、いつ行くの、これ12月の、なんで髪変えたの、だから12月の、ま、公にできないから、あ、公にできないから、気にしすぎて、あ、それを気にしてくれて、はい、詳しく聞かれても答えれないよっていうこと、まだ1月段階ではわからないってことですね、いや行ったは行ったやな、そうですね、行った、はい、
山田行ってないややこしな。じゃあ行ってないじゃないですか。じゃ行ってない。なんていうやつに行く予定なの番組は言ったやん。はい、ビートたけしさんの、独立した分、独立した分ギャラ下げるのであと2回やらせて TV みたいなそういう名前みたいなってどういうこと。すいません、あのちょっと名前がはっきりしてる、ね、名前がちょっとたけしさんが独立したからね、安っていうタイトルなんですよ。ギャラ安するから、はい、もう2回やらせてくれってそんな面白いタイトル頭おかしいやん何言ってんねん。宣言者ですね。そんな陰で言うこと、はい、タイトルにしてる素晴らしい、はい、そこに行くわけや。そうですね、はい、うまいこと言ったらハマるかもわからへんな。うん、あ、頑張ります。当ててもらえないと喋れない、はい、なんで当ててもらえないと。あの指名してもらわないと、あの喋ったりネタしたりできないので、自分、はい、からバット用意かへんね、こう書き分けて、いやルールで、あルール、はい、性格的なもんじゃなくてね、いっぱいいてね、そうだからこうもう決まってるんですよね、多分。はい、ね、はい、君はって言われたらどういうの。はい、ベルサイユです。それだけじゃね、それだけじゃダメでしょ、さすがに。拍手なるかな。あの、ね、一線で働いてる人間が稽古しようかと思ってんねんで、はい、それをやって、ベルサイユでーすって。なんか、あ、ベルサイユ、あなた何してる人なの。はい、漫談とか、はい、やらせてもらってます。ちょっとやってよ。ありがとうございます。今やるんですか。今やってるんですか。待ってください。予行練習ですからね。予行練習で当てられた時にやる、もう渾身の、はい、やってよ、これどんなの。はい、うん、たけしの前で鶴瓶さんがたけしさんの前です。すごいですね。コキコキ言わしてたけしさんやってますから。はい、じゃあちょっとネタやらせていただきます。お姉ちゃんやってよって。はい、やってよ。で裏に回りまして、そんなん言わんで、はい、まあまあ、はい、そのまんまやりましょう。そのまんま今がそうだと思って、せっかくだからね。そうそう、あのお姉ちゃん何やるんだ。なんだなんだなんだ、周りの人だ、周りの人なんで全員竹内なんだか分かんない、なんだか分かんない、なんだか分かんない、なんでもやるよあいつは。出演者は誰だか分からないけど、トラック号お願いします。トラック号、業務連絡、業務連絡、すごいすごい、それは安藤さんも急いで業務連絡ですよ。はい、ありがとうございます。召喚がない、もたもたしてんのかすぐなのかわからん。安上がりな女、お前やちょっとこんなクリスマスにパチンコ屋の前に呼び出して何よ。え、目折り目にしてパチンコ屋の明かり見て、あ、なんかいつもより明かりが綺麗に見える。あんたとやったらパチンコ屋もルミナリエや。流す涙で割る酒は。お粗末様でした。いいですね、キュッとしてて。なるほど、テレビサイズ。銀平兄さんもハマってきてる。いやいやいや、ありがとうございます。ちょっとね、繁盛亭とかでもできそうですよね。ありがとうございます。色も、ええ、まあいいんやってんやったらちょっと、いや15分切るよ。昼席はまだやけど、まだ無理だと思いますけども、誰かの会のゲストとかで、はい、まずだから心斎橋門座からですね。はい、今度松竹が素人名人会みたいなことで、でも松竹座も出てたよね。あ、今日の、はい、そうですね、松竹が出た、はい、どんなんで、お芝居で、今あのさっき1回目にやらせていただいたようなネタとかで、ドーン来たの。まあまあ来ました。何分ぐらいやるんですか。その時は2分です。はい、2分でしょ、すごいですよね、松竹、はい、お前出るやんか今度。はいはい、2月にお芝居出してもらいますけど、そうそう、芝居出んね、松竹。うちの息子が彦八なるやつ、はい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 、そこは出ようね。なんで出たんだろうって思っちゃいますけど、どういう感じで出たんですか、その松竹が。それはですね、あの松竹芸能の芸人が松竹芸能披露公演 in 松竹座っていうイベントをしたんですよ、大きな。はい、どうやった行ったん。行ってないです。出たっていうのだけ。俺も行ってない。ああ師匠も2分で話しかは誰か出たは誰も出てないです。はい、TKO さんとか、はい、森脇さんとか、お客さんいっぱい入った。
客さん、はい、800人以上入ってたすごい、そこで、はい、そこでそうですね、はい、ミラーボールとかも使わせてもらって、はい、なんかでも工場委員会とかもいいんじゃないですか、あのモニター横芸人とか、ね、いけそう、ね、ガヤもいいですね、ガヤ、うん、ガヤ出たいです、ガヤ出たい、はい、もういいですね、もういっぱい出たいです、いっぱい出たい、いろんなやつに、はい、まあでも応答はないからな、あんまりそうですね、応答がね完結しちゃいますからね、ベルサイユです、自分で完結してしまうからね、うん、はい、またメモ取るなんでメモ取んねん、範囲に気がなかったらメモ取ることで、キャッチボールがないんですよ、会話にね、いいよ、それがええねん、それがベルサイユの特徴、キャッチボールしない方がいいですよ、はい、いやキャッチボールしますします、させてくださいキャッチボール、今から喋ったらどんどんキャッチボールして、どんどんこう広がっていくよ、広げていくね、あのことにしようとしないとね、はい、トーク番組とか言われるかもしれない、うん、だからそっちも質問してない、ずっと聞くばっかりだから質問してよ、はい、伝説みたいになっちゃう、伝説みたいになったらええねん、ベルサイユの部屋や、ああいいっすよ、ルル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 、はいどうぞ、どうも皆さんこんにちは、ベルサイユの部屋です、今日はですね、なんと笑福亭鶴瓶さんがゲストに来てくださいました、どうもどうも、こんにちは鶴瓶さん、こんにちは、もう3年ぶりぐらいですかね、そうですね、前にラジオに出ていただいたことですよ ね、 ねえ、もうなんか今、ね、映画の声とかもいろいろされてるっていうことでね、あ、はいはい、大活躍ですよ ね、 すよね、はい、ありがとうございます、はい、服どこの服なんだいやいや、おかしいよ嘘でしょ、おいおい、はい、おい、何やそれ、映画もいろいろお仕事されてるんですけど服どこの服っていや、なんかめっちゃ可愛い服やなと思ってたんですよ、思いついた、はい、思いついた、気になってたんですね、その間のこのなんていうの、これが何やか、接続が、ね、うん、のり広がる、そうですよね、もっと違う、違う質問行こう、はいどうぞ、はい、あ、トムに行きましょう、あ、トムさん、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします、はい、5年ぶり、これはいや、ちょっと待って別で、筋なしやで、はい、普通の質問せい、別に徹子の部屋ね、徹子の部屋の設定だから、はい、多分久々に出たね、徹子の部屋よく出たって、徹子の部屋ってたまにね、何年かぶりに出ますからね、徹子の部屋忘れてコントじゃないね、普通に質問せい、そうそうそう、あー、わかりました、はい、そうですね、わかりました、はい、ご結婚とかはされてる、あ、してます、はい、あの、3年ぐらい前にしまして、あ、そうですか、はい、今子供が1人います、あ、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、でもね、なんかいいですね、イクメンみたいな感じですか、イクメンみたいな感じ、はい、いやもう一生懸命頑張っててね、子供のリトミックとかも結構頑張って、ね、2人目とか、お前な、ちょっと待ってそれな、はい、はい、違う、普通の会話せえ言うてんねん、はい、なんかコント入ってるやろ、はい、普通に会話でけへんか言うてんねん、普通に世間話、世間話、喫茶店で世間話、世間話、世間話をする、スートムさん、あーってんじゃなく、はい、普通の普通の会話、世間話、世間話、はい、世間話、どうぞ、はい、わかりました、あのコーヒー何入れられたんですかね、いやいや、ちょっと違うじゃん、そんなさ世間話ないじゃん、だってコーヒー何入れられたってない、コーヒーだよコーヒー、はい、マリリンとやったら普通に喋れる、あ、そうだそうだ、普通に喋れる、関係性もありますからね、コーヒー何入れられたんですか、はい、体まだ鍛えられてるんですか、あ、そうそう、前会った時に筋トレしてるっていう話をしてて、もうやめちゃって、あー、そうなんですね、絶対続けた方がいいですよなんでなんとなくですじゃ適当やん、いやいや、もうね、おでこ綺麗ですね急にすごい、そう、ちょっと待ってくださいね、田口さんとこうやって喋るの、うんうん、1年ぶりですよだから何年ぶりなんだそんな困る、まあ、どれだって普通に喋ったらほんなら福ちゃん、福ちゃんに喋ったら、あ、僕は逆になんかインタビューした方がいいと思うんですよ、はい、そこプロやからね、普通にしてもらえ、ラジオ木南さん普通にしてもらえますから、どうぞ、はい、ベルサイさんは芸人さんになるとどれぐらいですか、今、そうですね、今5年目っていうことで、
やらせてもらってます。いうことで、ね、今度は違うのね。まあ、さっきも言ってたみたいな、なんかあのインディーズライブとかにも出てたので、うん、それを入れ出すと、はい、ちょっと質問が悪かったですか。すみません。はい、そうですね。ネタはどういうふうに考えてらっしゃるんですか。そうですね。電車でブツブツ言ってたりとか、はい、人のこと見たりとか。人のことというのは。そうですね。なんかこう。女の子の会話聞いたりとかしますし、はいはいはい、実体験とかもありますし。どこで女の子の会話聞いてるんですか。電車ですね基本的には電車の中でネタを作ってらっしゃるとか、まあ、お風呂とか。お風呂も お風呂で、はい、お風呂で考えるということは、それは自分の中でこうなんか出てくるものがなんかあるってことですよね。そうですね、はい、実体験とおっしゃいましたけど、はい、その具体的に言うとどういう実体験がネタになってるんでしょうか。そうですね、まあ、例えばなんですけど、あの彼氏があのすごいヒョウ柄のタンクトップ着てきたりとか、はい、そういうのもちょっと実体験だったそれは服装やん、服装やん。それがどんなネタに、ヒョウ柄からどんなネタができるか、このネタちょっと見たいですよね。それどういうネタですか。ヒョウ柄のタンクトップ着てきたネタみたいな。ちょっとね、その人に振られたとかそういうことですか。振ったとか、それがすごい嫌だったんですけど、ヒョウ柄がね、ヒョウ柄が、で今日はちょっとあのちょっと用意してないんですけども、うんうん、そのヒョウ柄をゼブラ柄に変えまして、ネタでは、うん、でアドベンチャーワールドに行くときにその服を着てこられたことに女の子がキーってなってるネタをやってた、はい、やってたりとかで、うん、はい、まあ、その辺はちょっとつながってますよ ね、はい、アドベンチャーワールド、これでアドベンチャーワールドに行ったらあかんでという思いを持ってやるというのは、そういうこと、そこはもう割と神経つながってる、ね、そうですね、お笑いの時々神経つながってない時ありますからね、なんかもう目が泳いでる時あるからねもうこんだけみんなぶっちゃけてやってるのにね、まだ溶け込んでくれてないじゃないですか壁がね、壁があるんです、壁があるんです、壁があるんです、なんか違う時空で恋バナ喋ってたんじゃないかな。今は恋愛してんの、付き合ってる人は。今はね、付き合ってる人いないんですよ。いつぐらいまで付き合ってたの。もうね、もう 3,4 年いないですね、はい、ね、寂しない。寂しいです。寂しいやろ、はい、うん、小中芸能でその芸人おるやんか、男の芸人、はい、言うてきようでやつもんの、お前も綺麗ねんから。言いますね。どないやん、どないやん、いや今日も可愛いなとかって言ってきますけど、一緒にどっか行けへんとか言うてけへんの。あ、言うて来なくなりました最近。前は言われた。そうですね。誰やの、あの高橋さん。高橋さんってまさか高橋さんじゃないですよね。違いますけどね、あの藤井もやしさんっていう方藤井もやしがよく言われます。だけがあの私のことを可愛いって言ってますね。可愛い可愛い。藤井もやしさんは何をされてるんですか。一個上ぐらいなんです。33とか4やと思いますけど。可愛いなと。はい、一緒にどっか行けへんとか言うてくんの。はい、でも、まあ、その方はもうみんなに言いまくってる方なんで藤林さんがもう悪者じゃないですか。ただ藤林さんもいろんな人に言って多分、はい、そういうことで、はい、私だけじゃないと思うんですけど、はい、でももう松竹芸能のコーラとは付き合ったことない。ないです、一回もないね、はい。一番付き合ってた人の職業で、そのヒョウ柄の人は何の職業をしてはったの。ヒョウ柄の人はですね、はいはい、あの車のディーラーの営業をしてたんですよ。はい、でもヒョウ柄を経ての営業マンなんで、ヒョウ柄の時は大学生です。ヒョウ柄は仕事じゃないですか。っていう職業。大学生時代に付き合ってた人がヒョウ柄のタクト。じゃあ出会った頃はまだヒョウ柄時代。そうですね。ギャルだったんだ。ギャル王やった。ギャル王で、多分私がヒョウ柄が好きやから、ヒョウ柄で喜ぶと思って着てきはったんですけど。だからええやつやんけ、それは。いやでもめっちゃ嫌じゃないですか、ヒョウ柄のタンクトップって。俺ヒョウ柄のベスト持ってるで。可愛いです。今の会社、ね、今のは素晴らしい。それはもうすごい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 。できた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 。表一ですよ、表一。
ヒョウ柄のタンクトップ一丁できたら、ヒョウ一名前かと思う、ご存知みたいな言い方してヒョウ一なんてこと初めて聞いた。裸やった他は下が裸で、なんか下にねもう一枚同じぐらいのサイズのタンクトップ重ねてきてるんですよ、重ね着みたいな、それをもう私逆に刺して下のを上にこさしました。ちょっと待ってな、はい、ヒョウ柄のまあ、ベストの、はい、ベストの上にタンクトップ、はい、ヒョウ柄のタンクトップの下にもう一枚ヒョウ柄逆にしたわけ、うん、ちょっとヒョウ柄が出るんちゃうの、透けるよね、透けるそうですね、はい、ちょっと透けてましたけども、うん、それはもう逆にしてって言うだ、はい、逆にしてって、それを逆に頼む、ほんまにお願いって言ってで逆にしてきよった、逆にしてくれましたね、はい、その人とはその、あ、その人か、あの、はい、お前が おにぎり握ってきたら、おにぎりの人、いやいや言おった、あ、それは違います、それは別の人です、はい、それは作ったよね、電車の中で、それはあの、そうです、自分があんまりいろんな人のおにぎり食べたくないなってご自身のエピソード、この中で、すごい、その忖度せんでから、はい、この中やったら、はい、そのあの田口のケテやで、はい、誰のおにぎりに入れたんや、男誰か食べなあかんってなったら、え、誰の食べるかですか、はいはいはい、鶴瓶さんです、そりゃそうでしょうね、鶴瓶さん、それはどういう、ね、忖度せんでええで言うてる、忖度せんでええでがもう忖度せんでそれは鶴瓶さんほどになりますとね、師匠がそう言うたらもうそれは忖度になるんですよ、あとはなんか分かんないですけど、師匠で安心しました、僕ら言われてもちょっとどうリアクションしていくか分からない、うん、作ってくるわ、でも今あるでだから自分が作ったものは人に食べさせたいけど、あの人が作ったものは私は食べないという人いますね、不思議な人、お料理は得意なんですか、全然得意じゃない、家事一切ダメ、いやそんなことないですけど、うん、もう自分の食べるもんだけ、おにぎりは作るの、おにぎりはサランラップで握ります、あ、本当に嫌なんです、本当に嫌なんですね、自分の握ったもんもあかんの、はい、自分が握ったもん食べられたくない、その時すぐ食べたらいいですよ、時間経ったら多分雑菌がすごい増えてくると思うんですね、はい、綺麗好きなんですか、そんなこともないですそんなこともない、はい、なんですけど、なんかおにぎりは作ってすぐはいいんですけどね、ど時間経つと嫌やなって思いますね、はい、ステッカー探してこいオリクロのまだまだいけ、もう一回ぐらいやっといてもいいかもしれない、もう一回最後のね、本当にあのポーズ、あのポーズ面白いんだよな、あの移動するポーズ、これもうほぼ人に見てもらえてるんだな、抜け殻みたいな背中割れてる、面白いですね、今日だんだん分かったよ、ね、強烈なおもろさが、これはたまらない、ちょっと追いかけてしまいそうな、結果的にものすごい話を聞いてますもん、だから、うん、なんか聞きたくて、そうですよね、言わないと藤井もやさん覚えちゃいましたもんね確かにいろんな人に手当たり次第に声が、なんでマリリンはそのベルサイユをこの面白さを知ってたわけ、それともネタの面白さやったの、いやネタをっていうか、私その3人でやってはる時とかの方が知ってたんですよね、その時のあのベルサイユが一番おもろかった、いやでもその時はあんまり思ってなくて、うん、でもピンでしてみんなが面白い面白いっていうのも聞いてたし、でなんか変じゃないですかやっぱり、うん、まあ、変やん、変やし、なんか一緒に恋バナをする番組、インターネットの番組かなんかを撮ったんですよ、でその時にこんな感情の起伏のない人おるんやみたいなやっぱりじゃあもうこのまんまのも残ってて、でまあ誰がいいってなった時に、ヒョウ柄のタンクトップでもうキーってくんねやろな、そういうのはキーってくんのは他に何あんねやろ、ポイント気になりますね、そのヒョウイチって言ってましたからね、ヒョウイチでも重ね着してるからヒョウイチではないんですけどね、ヒョウになるんでヒョウイチではないんですよね、感情の起伏がないよな、そうなんですよ、ほんまにないんですよ、いやいやそうですよね、その応対が面白いですからね、面白いな、で、はい、自分で面白い、だからそこはタッペと一緒やな、自分で面白い思ってんの、うん、はあ、ね、そうで、でもそんなに自分からガーッとアピールする人でもない、そうなんですよ、ですね、芸人さんってやっぱ結構、うん、わーって前に出はるじゃないですか、全然出はらへんなっていう、だって金平師匠にさっき一番最初あのクラブのなんか安っぽいお姉ちゃんみたいって言った時のちょっとがものすごい弱かったですもんね、
ちょっと。あんな作りやねんじゃないですね。ちょっと。すごいな。これがどんどん興味持ってくるよな。まだ探してますね。まだ探してる。ちょっと審査員みたいにも皆さんがガーって質問してる姿がちょっと不思議でし、今までゲストに来られた方そんな光景見たことなかったから。なんかでも何が出てくるか予測がつかない。はいはいはい、ナックルボールみたいだから、まあ、こっちも。トムさん一番好きなタイプですよ、ね。一番好き。大好きよ。笑いのスタイルというか。全部の探してる、ね、カバンの中 の, 一個一個のノートを全部ベラ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 めくって変なとこから出てきてほしいな。ね、よくわかんないけど、ね、どこ荷物多いですね。開荷物開けたの。スーツケース来て。スーツケース開けた。開けた開けた。出したんや。なんか違う衣装も持ってるんですかね、あれ。なんかいろんなもん持ってる。めっちゃ開けとんな。ステッカー持ってないですけど、いろんなもん持ってますね。何持っとんのやろな、あれ。なんですかね。すごいな。今あのベルサイユが自分のですね、あ、首振ってます。ないない。黒いポーチを今首振ってますね。これはどうも無理です、ね。もうあの一緒に探してたマネージャーさんも探してないですもんね。手を後ろで組んでますね。はいはい、もう私は関係ないみたいになってますね。諦めました。諦めました。大勢どういうのどっから入って、普通はこっから入ってくるやろ。そうです。こっち回るかどうやろうな、どう入るかですね。ほんまこっちやろな。この辺はちょっとよくわかりません。スタジオが開きました。待ってますよ。開きました。赤ガイドレス。衣装が変わった。衣装お色直しがありました。衣装変わってるやんか。何やのそれ。すみません、なかったんでお色直しさせていただきました。この赤のドレスに、はい、カラーの、でもデザインはほぼ一緒。赤白のカラーさっき下に着てたやつですよね、はい、そうです、はい。さっきの5000円って言ってたんですけど、こっちは8500円。あら、はい、ちょっといいやつ。なんで赤なんですけどね。同じなんですけど。何が違うんですか。デザインは一緒なんですけど、買ったお店が違うのと、サイズがこっちの方が豊富っていう。豊富、はい、バリエーションが多い。バリエーションが多くて、 あっちは S は S なんですけどちょっと大きいので、はい。なんなんそれ、すいません、探したのいなかったです。さっきやそれが。それはさっきやがな。モリクロ、モリクロ、モリクロ、はい、モリクロね。ほんまにあんの、モリクロは。あります。ネット上には写真がありましたよ、はい。モリクロのステッカーはね。じゃあそれ見れればね、うん、一番、うん、はい。僕は会社に雇われてるのは自分に合わないなと思って、コンピュータの専門学校を出た後フリーのプログラマーになりました。すごい、仕事は始めた当初は必死でアルバイトもしながらやはりカツカツだったのを理由にタイミングを逃し、4年経ちました。今更かなと思いながらも何をプレゼントしたいのか悩んでいます。社会人になってから初めてもらった給料で親御さんに何かプレゼントしましたかって話ですね。どう、何をプレゼントしたいんでしょうね。そうですね、なんかマカロンとか。かわいい、マカロン、かわいい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 って反応はどうかと思いますか。マカロン、かわいいって、どんどん好きになる。皆さんちょっと好きな人への対応ですもんね。かわいいよ。彼氏がいるかいないか確認するときはどうやって調べますか。皆さんちょっといいかなと思うとき、彼氏がいるかいないか、ネットでこんな風に出てました。飲み会で大勢集まる先に必ず出席する、 LINE を頻繁に送ってくる、私って不幸だとネガティブに発言連発する、エストや稽古ごとに通っている、その彼氏がいるかどうかって、ね、いるのって聞けばいいじゃないですか。まあそうやな、今はね4年ぐらいいないやろ。はい、そうなんです。もやしは彼氏やった。いや全然彼氏じゃないです。藤井もやしさん。他にでも全然芸人じゃなくても口説いてくる人いないんですか。口説いてくる人ね、いないんですよ。でも芸人同士で付き合いたくないでしょ。どうですか。芸人同士、そうですね、うん、違う職種の方がよくない。なんか好きなタイプとかあるんですか、はい、うんうん、好きなタイプはですね、20代の子がいいです。年下、はい、32です、はい、20代の子、なんでなんかこう気持ちが若返るなと喋ってたら若いエキスが欲しいの。はい、なんか元気になってくるんで。20代だったら誰でもいい、
誰でもは良くないですけど。スゴジュウやん。スゴジュウやん。スゴジュウ。藤井昔が20代じゃダメ。20代でもちょっと藤井さんはダメですね。はい。今俳優さんとかいっぱいね今、うん、人気者いますけど。誰がいいの誰がいいの俳優さん。今ねちょっと私やってもいいですかネタ一つやらせてもらってもいいですか。違うね珍しい初めてのパターン。これはいいです、ね、自発的に。そう私ネタやってもいいですか。気になる俳優という会話から今こうなりますね。そうですね珍しい。スタイルいいですよね。スタイルいいですよ、ね、後ろ姿スタイルいいですよ。これはなんかもたもた感じます。また電気つきましたよ。娘もたもです。羽に電気がつきましたよ。電池入っとったからな。スイッチ入れたんでね。スイッチ入れたよ。はい。でこのつけるところ丸出しなんですね。これもうつけとった。つけとったよ。ネタにって書いてるやつでお願いします。言うな言うな言うなお前。ちゃんとこれ天下をもらう人もよくできた。大丈夫ですか。大丈夫でした、はい、ありがとうございます、はい、お願いします、はい。私最近ものすごい好きな方できまして、でもね奥さんいる人やったんです。田中圭さんなんですけどね。ああ田中圭の嫁な人生が良かった。け、いってらっしゃい。今日は何の仕事なん？今日はね、ドラマの撮影が一つと雑誌のグラビアの撮影。そう。頑張ってね。なっけ、ドラマの撮影ってさ、やっぱりキスシーンとかあったりするん？あると思うよ。雑誌のグラビアってさ、上半身裸になって髪の毛も体もべちゃべちゃに濡らされて写真撮ったりするん。そうだろうね。いやー、ねえけ、仕事なんかやめてさ、私とどっか無人島で自給自足で二人で暮らさへん？そんなことできないよ。私ももう漫談やったりモノマネやったりギャグ作ったりするんもやめるからさ。君はさ役者の僕が好きなんじゃなかったの？そうやけど、私やっぱり吉田鋼太郎やったらいいけど、ガッキーとキスしてるとこなんか見たくないもん。別れましょう。分かった、引き止めてよ。俺はどんな仕事しててもベルサイユのことだけ思ってるよ。これが聞きたいだけやんか。ケイのアホどう？男と女は夢芝居。いいですね。8時15分8時15分おさまちさまでした。何急に何急に目覚まし光がね、光の角度でしたよね。光の角度が8時15分斬新ですね。すごい斬新。最後わからないところ。いや、はい、ベルサイユやったんかいな。呼ばれ方がね大概ね、はい、違う設定で言うやん、架空の人なんですね。なんか自分本人が出てる、本人登場、本人やと思えんかったな。本人と田中圭の顔でまた終わった後もたもたしてこのもたもた感がたまらない。マント広げる前のマント探す感じもたまらないですね。この間マントスカクロってあげへんかったからな。あれはもう今でも覚えてる。あげ忘れという、ね、あれ好きやな。教授好きなんでしょうね。やっぱ8時15分を誰よりも早く気づいて。あれは京平さんがだいぶメロメロですよ、ね。はい、あもうこういうの大好き。違う違う、これ分かってると思ったから。俺は京平分かるやろ。そうなんですか。へー、そんなに驚くこと。いやそうです。マカロン可愛いわ。ちょっとやっぱおかしい。びっくりしました本当に。先週の、はい、先週の半崎よし子の歌聞いて、はい、号泣しとって、あれは泣きますよね。そら全ていい人、感受性が強いんでしょうね。優しく受診してくれるんですね。優しいですね。優しい、はい、な田中圭さんにあの届けと思ってやり始めました。あめっちゃ好きなんですよ。あの田中圭さんのこと好きになってから毎日生えてたヒゲが伸びてこなくなりました。女性ホルモン、あら、はい、生えてた。そうです、毎朝ちょっとピッて1本2本出てたんですけど、うん、もう全然生えてこなくなって、はい、すごい濃いや。田中圭さんが変えてくれた、抱かれた、
抱かれたんやと思います。抱かれたんですか。田中圭さんに抱かれてないんですけども、うん、はい、抱かれたぐらいの効果があったんやと思います。見るだけで、はい。でも田中圭は30代やで。そうなんですよ、もういいんですもう桁違いなんですね。もうめっちゃ好きですね、はい。急に田中圭は出てきましたからね。まあまあまあ人気ありましたけどもね。すごいですからね、今ね、一番今本当に人気な。奥さんもいらっしゃってて人気ってすごいですね。すごいです。初めてメールします。はい、ね、サラリーマンをしている37の男ですと、うん、最近悩んでることがあります。ベルサイユちょっとよく聞いといてや、はい。今まで2回ほど付き合っていた彼女と同棲したのですが、2回とも失敗し3年ほど彼女がいません。ほう、そうね、37歳から、まあ、ベルサイユはね、うん、何の興味もないわけ、毎晩寝る前に柴犬と検索しては、何でもない平和な柴犬の動画を見ています。柴犬と検索してね、柴犬を飼いたいという思いが日に日に大きくなってきました、はい。友人に、一人暮らしで犬なんて飼うたら結婚できひんと、言われて悩んでいます。でも可愛いんです。飼わない方が良いでしょうか。37歳の男です。はい、どうでしょう。いや、もう買ったらいいと思います。私セキセイインコ飼ってるんですよ。そうだ、うんうん、私も同じことしてたんですね。あの YouTube で鳥って検索して、あら、はい、気が合いじゃないですか。いや、もうほんまもうめっちゃ気持ちわかります。あ、ほんだらお前この人どうですか、好きだったらどうやねんこれ、うん、いや、しゃがれ声になる、ラジオネームしゃがれ声、若い感じです。ちょっと間違ってますよね。大が飼いたい、大飼いたい、大飼いたいこれはあのうちのスタッフのミスですね。渋谷さんか、渋谷か、犬飼いたい、大が飼いたい、大が飼いたい、鈴鹿か、あら可愛いリアクションが、うん、犬やからね、店内を大が飼いたい、うんこやん独特ですよ。そうはならない、大飼ってる人もいる、飼ってる人いないよ。大谷の中で、はい、あのもうものすごい大きな声で、はい、ベルサイが笑ったのうんこや、はい、そういうのに弱いんです。今日一の大爆笑が大飼いたい。いや、めっちゃおもろいなと思いました。はい私は今佐川女子にハマっています。佐川女子めっちゃ人気あるんですよ。佐川女子、めっちゃ綺麗ですよ。そうほんまにこんな人いてる。写真集らしいんですよ。そう、佐川の社員、そんないるかな、うんうんうん、なんかね、うちにはけへんけど、うん、佐川女子のいるでしょあの佐川女子の制服を着た写真と、うん、ちょっとプロのメイクさんにメイクしてもらって私服を着てる写真とのギャップがすごい今人気が出てる。僕は持ってませんけど、この間テレビでやってました。あ、でそうか、佐川急便がどんどんそうやってね、女性もね、あの働いてくださいっていうことで、そういうことなんだ、うん、佐川男子もありましたよね。あ、そうそうそう、佐川男子、それの続編ですわ、うん、女性社員の数が全国に3000人いるそうです。そんなにいらっしゃるんです。その中の可愛い人たちを厳選した写真集が発売されます。誰がいるの、そのな、小竹女子の出したで、お誰乗せますの、ベルサイユさんはヒット、紺のブルマなんかでもなかなか川村美ちゃんもそうだ、アルミカンさんも最近ね、その中で違うけどね、ミナリでも芸人は紺のブルマ、田口マリ、ベルサイユ大丈夫かな、うん、の彼らしい出ますよ。私が好きなのは、林葉月さんです。綺麗な方ですよ、うん、して、うん、こんな方働いてる、うん、愛知県で、デリバリーされている女性ですが、私は愛知県に住んでいて佐川を頼みたいぐらい一目惚れしました。この人、確かにこの方来たら、うん、綺麗な方ね、なんか嬉しいですねなんかドリンクとかあげたくなるね、心が。うちはまあ男ですけどね、うちも男ばっかりですよ。じゃあ 黒猫黒猫ね、黒猫ね、草が降るでしょうけどいろんな人来てますね。黒猫多いですよ。結婚して15年、まだ夫と一緒に寝ています。それでいい、まだも寝てるの一緒に。いや、今もう別々ですね。どういうことですか。どういうことって僕が以前早朝のラジオしてたんですよ。ほなもう4時に起きるんで、うん、一緒に寝てたら僕が4時に起きたら嫁さんに悪いないことで、ほんでそこで
寝室変えたんですよ。まあ、そっからずっとラジオ終わっても寝室は変わったまま、もうその楽やとお互い。すいません、僕は猫と寝てますからね。猫って本物の猫ですよ。ちゃん他どんな猫がありいやその中で猫ちゃんって呼んでる人じゃないですよね。嫁はどこに寝てる？同じ部屋にはいますけれども、違う別に、ね、うん、師匠は俺は一緒に。そうですよね。あ、それすごいですね。もうずっと一緒ですよ。この間えらい怒られたもん。なんでですか？うちの嫁がいてない時に嫁の枕で寝てたっていうのが発覚したんや。ほうほうほう。隣に置いてあるからね、枕で寝たら、寝たでしょって言うから、いや寝たかなって言うんだろ、寝たよ、よだれついた。よだれか。いいですよね。でも旦那のよだれとか。結婚して45年ですね。でもそれ怒られるんですか、そのよだれ枕よだれが嫌やと。へえ。それとキッチンしてるからね、なんで自分の枕があの自分で寝えんのっていうことですよね。よだれがものすごいんですよ僕ね、多分。そうなんですか。もう分かるぐらいに、そうか、証拠として現場に残っちゃうぐらいだ。よだれやで、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 誰も別に疑ってないです。よだれやで、よだれ以外のもの想像してなかった。誰があるんですか、他に。何だれ、何だれがあるんですかと。よだれやでっておっしゃったから、そう、他にどんなタレがあんねんと。タレ、いや、だからしょんべんタレとか。しょんべんタレ、これは枕についてやらない。ションベンタレ本当だじゃないよ。ションベンタレ本当だじゃないから。あるじゃないよ、もうションベンタレ。ダイは好きやけど、ションベンは好きやなかった。あ、本当、興味のね。どこフォローしてるんですか。いや、そんなことないです。なんで。いや、そうですね。15年の人が一緒に夫と寝てないんやと。はい。どうなるんですか。勝手に寝たらいいと思います。この人寝てるんですよ。なるほど、勝手に。はいはい、寝てんねん。はい、一緒に寝て、いいと思います。いいと思う。聞いてはいた。聞いてない、質問聞いてなかったよね。あと聞いてなかったし、あといいと思いますね。僕みんなやめてください、本当に。フォローしてくれるから。ちょっとマリリンのファンの40代の主婦です。いや、嬉しい。最近マリリンのブログが更新率が少なくて寂しいです。あら、ほら、インスタしてるんですよ。インスタやってるからね、今ね。インスタの方が、更新率が高いと書いてましたが、はい、そのインスタもそんなに更新は多いしてますって。結構してますね、頻繁ですよ、マリリン。割には。いや、もっと見たいわけ。え、お仕事のことだけでなく、普段のことをもっとアップしてくれたら嬉しいです。もっとプライベートに、もっと普段のことってどういうこと。普段でもどこで撮ります。確かにマリリンのインスタとか僕も見てますけど、やっぱ仕事が多いじゃないですか。確かに確かに。もっとこう、もっとプライベートなとか見たいんですよ、ファンは。ないもん、そんな、なんか撮る状況。風呂入ったとこうやって寝てるところ。絶対ダメでしょ。手だけないし。手だけこう。いやいやいや、ないです、ないです。そんなずっと家とかに、一日家にいたらずっとベッドの上で寝てたりとかしたら何もすることないじゃないですか。なんかそういうの撮ったじゃん、そういうの。え、結構ね、タレントさん多いですよ。みんななんかあのベッドとかで。いやいやいや、そんな見せたくないもん、そんな。ベルサイ、喋れや。そこでやな、喋れや。メモしてた。はい、いやもうそんなん絶対充実してはるやろなと思いながら。どうやるの、その自分のインスタとか。SNS はやってるんですか。インスタはもうやってないんですけど、ツイッターはよう触ってます。どんなこと触ってます。はい、今日こんなライブありましたとか、次こんなありますみたいなことで。それはもう宣伝やね。はい、オフを。宣伝以外は、宣伝以外はなんか傘誰かに取られましたとか。あ、でもプライベートのね。こういうの、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 こういうのでしょ。それがすごいね。それが嬉しいね。傘取られました。傘取られました。それマスクじゃん。やっぱ傘取られるかなとか。あと、なんかランニングしてたら夜中に警察が横つけてきましたとか。はい。夜中にどこでランニングしてたの、夜中に。奈良県の橿原でランニングしてるんですけど。はい、多分子供が走ってると思ったみたいで、ちっちゃいんでね。はい、なのでさーってつけてきたんで、32歳ランニングしてますって言ったらどっか行ったんで。そういうのを書いたりとか。その時は一番声出てるのね。確かに声めっちゃ出てる。舞台上であんま声出さない。22歳の小結び、貴景勝のお母さんがめちゃめちゃ綺麗です。綺麗ですね。鶴瓶さんも絶対好きだと思いますと。年齢は51歳。貴景勝が小さい頃体を大きくするため、1ヶ月に30万も使っていたそうです。でも
お母様は力士になることを反対していたそうです。綺麗ですね。本当綺麗なことですよね。あるんですか写真。これありますよこれ。だってこれ新聞とか、ね、女優さんみたいな。中山、足屋なんで、足屋ですよね。確かね。中山美穂さんみたいですよね。綺麗な方で。ねちょっと乗ってますよね。貴景勝のお母さん綺麗ですよね。すごい綺麗。なあ。うちの近所ですよね。そう、仁川ですからね。それとか、木平、まあ、木平だね。ああ、木平さん。はいはいはい。あの子もうちの近所、西宮やで。西宮ですか。西宮。金持ちなんですね。ねえ、そう、綺麗でしょ。綺麗ですね。美魔女ですね。でもね、お父さんもね、息子を横綱にする言うて、ずっとその小学生から相撲をさして、お前しゃあだな、ねえ、まあ、お父さんも空手の断末でしょ、ね、でも極真太るまでなんか寝ちゃダメみたいな結構すごい、ね、極真のあそこに中村さんやってね極真 の, あの会長いてますよ。あの、ね、あはいはい、兵庫県そ う, です、ね、そう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 支部で、ね、中村誠さんそう中村誠世界一になった人ね、はいはい、うん、1年目の社会人で会社では声が小さいとよく注意されます、はい、うん、自分でも気をついているのですが意識していないとついついいつもトーンでボソボソ喋っています、うん、はい、もう行っている間に、社会人2年目になるんですが、まだこの声小さいで喋る癖が、つきませんと、小さい声で喋る癖が治りませんね、うん、どうすればいいんでしょうか、うんうん、どうしたらいい発声した方がいいと思います発声とか発声はどんな そうですよ。いやもう普通にあいうえおあおって言って何ちょっと違うちょっとそんなのえモベヨデミあいうえおあお違う青を立たせない青やじゃ違いますよねモベやってあいうえおあお違うモベやってあいうえおあおかけきくけこかこそれは思ってますね。あいうえおあお。あいうえおあお。なんか変ですね。かけきくけこかこって言うたからそのリズムであいうえおあお。あいうえおあおや。あいうえおあお。あいうえおあお。そうやん。ですよね。いや言うてなかったよ。言うてなかった。あいうえおあお。違う。言うてないやん。もう一回やってみ。あいうえおあお。違う、なんだろう、何が違うんですか、あいうえおあおや、2文字目が違うじゃん、2文字目が違う、もう2文字目からちゃいます、ちょっとやってみんな、あいうえおあお、違うやろ、あいうえおあおや、あいうえおあお、あいうえおあおや、みんなが違うから、あいうえおあお、あいうえおあお、はい、はい、当てます、うん、あいうえおあお、違う違う、早く、あいうえおあおっていうかなんか変なんですよ、はい、ね、あ, 言うて、あいうえおあおってこう一個に一個で言えないですか、平坦に言えると思います、あいうて、はいはい、あいうえおあお、なんか足らない、足らない、それ やってるんですかそれ自分で、今はしてないですけども一時やってた、やってる時あったんやと思いますけどね、そんなこと思いました、そんな自分の思い出の中には逃げてしか入らんやっちゃな、どういうこと、すごいな、はい、パトカー組んだよ、しか入らんやっちゃ、もっぺんやってみな、あえゆえお、あお、なんか違う、何が違う、かけきくけ、かけきくけこ、かこ、しすすせそ、さそ、あら、たてちつてと、たと、なねにぬねのなの、やえゆえよ、やよ、なんか飛んだ、ハトマが、ハトマが、急に、ハマって、ハ飛んだね、飛んでますか、はい、ハは、なねにぬねのなの、はへきくけこ、ハホ、パペピップペロ飛びすぎや、なんで飛びすぎだよ、今のなんでパなのよなんなの、ま、なんでマ行どこ行っちゃったんですか、なんか出てきましたパーが、もう思いついたの言ってるんだよ、はい、お前てこられた、そうか、マリリンと結構同じぐらいあれですかね、そう、まあ、ものそんなに興味持って勉強してない感じ、うん、あ、なんかこの間あのみがわからんって言ってはったじゃないですか、あの、うん、ねえうしとらうたつみ、みがわからんって田口さんが言ってはって、うん、うわめっちゃアホやんって思ったんですけど私あの
ミーの続きがわからないことに気づいて、その後にミーはわかるけど、ね、ミーの次はねえ牛トラウミめったらしいのが新しいの出てきたねえ牛トラウミタツタツは戻った、はい、はい、であのその後の覚え方なんですけど羊、はい、犬猿でそれからイノシシちょっと待ってくださいねだいぶ乗れるやつしかないんですよ、その後は多分あの上に羊の上にもっぺやってみんな、ああそういうこと、ねえ牛トラウタツミ、もういいと思う、いけてます、はい、でこっから乗れるやつなんですよ、馬、まあ、羊、犬、猿、違う違う乗れるやつやから乗られへんやつおるで、こっち見ないでくださいよ。それがね、わからないことに気づいたんですよね。乗れないやつですよね。マリリンがアホやというのを思ってたら自分もアホやったいうこと。はい。なんか私はミーはわかったんです。トラをあ鳥は鳥どこに入れんの？ねえ。声出せ。ねえ牛トラウタツミ馬、はい、羊、うん、犬猿。あ乗れますよね。乗れるって鳥は乗れるって何？猿の上に、まあ、鳥いろんな鳥がおるからな。なんかこうブレーメンの音楽隊みたいに最後やられる。自分が乗るんじゃない？自分じゃないんだ。そうなるとどんどん乗っていけるっていう。最終的にイノシシが乗りますよ。ほな乗れませんねやっぱり。そうですよね。はい。最後イノシシですか。乗れるって何？そうね。乗れるって何？さっきから言ってる乗れるって大きさがちょっとずつ小さくなってくっていう覚え方なんですね。でもその覚え方自体がちょっとあれなのかな、はい、うん、ということでまた覚え直します。ミーの続き、はい、小竹芸のこんなんばっかりか。すごいですね女子は。小竹女子すごいですね。すごい小竹です。マリリはバレちゃったからね。一番最近のネタをちょっとやっていただきたい。あ、はい、まあ、最近はネタじゃなかったもいいですよ。まだ用意してきたやつまだあるんですか。はい、そうですね、さっきの続きをやらせていただいて。どの続き？続き、田中圭の続き。ステッカー続編があんねん。もうどうぞどうぞ。はい、メルサユと田中圭の会話の続きがあるんです。そうですね、はい、先ほどの田中圭の続き、すごいな田中圭の続き、うん、曲は曲はですね、女港町で、ネタ3でお願いします。田中圭の続き、はい、もうそれしかないの、はい、それはないんですか。あ、うん、そうですね、すみません、それ田中圭とベルサイユお願いします。はい、圭がまさかお笑い番組の審査員で来てたとはね。厳しく審査させてもらうよ。お好きにどうぞ。ねえベルサイユ、やっぱりさ、仕事辞めてどっか俺と無人島で二人で暮らさない？ちょっと待ってよ、私にはタケルが。タケル、タケル、タケルって、君は俳優の僕と別れたくせに俳優の佐藤タケルと付き合ってるんだ。だって無人島行く？行かない？どっち？行く！そうと決まったら、うん、もしもしタケル、私別れましょう。ごめんな、カンニやで、うちほんまアホな女やで。タケル、バイバイ。女港町は彼の涙は誰にもわからない。8時15分。8時15分。いや、それでそれはもう全然もう田中圭のやつとあのそれから佐藤健のやつは思んないわ。もう消去した方がいいよ。でもあの東映賞はちょっと笑ってね。笑った。どうは思わなかった。いやっぱシュールですよね。シュールシュール。決勝お客さんで独演会は。ただ自分が妄想して喋ってるだけやんか。な。
まあ今回のヤンタンはシュールなんですね。届く人には届いてるっていう感じですかね。永遠のもう本当にあのベルサイユのワンマンショーでしたからね。はい、独演会を見させてもらいます。ありがとうございます。あの銀兵衛賞どうでしたか、あのベルサイユ。いや、ちょっとね、一遍使ってみたいなとは思いますけどもね。はいはいはい。ぜひ。で使ってみるんだ、上から目線で出てもらってもいいなとは。いいですよ。ね。だったらね。だから落語と落語の間だったらなんか。確かに。ハマるかな。俺はちょっと断る。確かに一緒にやると僕は食われるでしょうからね。負けますね。とっても勝てないと思いますので。好きだから。もうとにかく追いかけます、ね。いや僕もだからあの落語の最中にちょっとずつスポットで出てもらったらいろんなところでこう登場してみたらちょっと面白いかなとは、はい、思いますけど。お前やったらピタッと行くんちゃう。そうです。なんか一緒に空とか飛びたいですね。落語の最中に。